ウクライナ軍の奪還作戦が進んでいる中、クリミア半島がハイマース圏内に入ると全てが終わるとの情報を入手したよ。クリミア大橋の爆破でクリミアでの動きが活発化しているのは間違いないからね。ウクライナからすればクリミア半島は思い入れの強い島だろうからね。取り返すための指揮は十分だと思うな。そうだね。さて、今回はハイマース圏内80キロで補給路や弾薬庫が破壊された作戦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年10月2日、ツイッターにおいて全ての道はクリミアへ通ずというタイトルで書かれた文章を投稿したのが、2018年までアメリカ陸軍欧州司令官を務め、現在はシンクタンクの欧州政策分析センターで、戦略研究責任者のベン・ホッジス退役中将であることから、話題を呼んでいたよ。ホッジス退役中将は、この投稿でウクライナ軍による反撃には、もはや不可逆的とも言える弾みがついており、彼らは間もなくクリミア半島にあるロシア軍の基地を、ハイマースで攻撃可能な射程内に収めることができる地点まで到達するだろう。やがて、それらの基地をロシア軍が防衛することは不可能となり、クリミア半島がウクライナの領土に戻るのは時間の問題であると書き込み、例のタイトルをつけたってわけ。このタイトルはフランスの詩人であるラフォンテーヌの全ての道はローマへ通ずとの有名な言葉を引用したものであり、表面的な意味としては、かつてヨーロッパからアラブ方面にまで半島を広げた、大ローマ帝国の全ての力首都ローマに道が通じていたことを例えた言葉で、その本来の意味は目的を達成するための手段はいくつもあるものだが、その出発点が違っていたとしても目的が同じであれば、やがて同じ場所に到着して目的を達成するということを成しているよ。ホッジス退役中将がツイッターのタイトルに、この言葉を引用した理由として、ウクライナが侵略してきたロシアに勝利する手段はいくつも考えられるが、その行き着く先はクリミア半島の奪還であり、ウクライナがクリミア半島を奪還することにより、この長期化している戦争と、これまでのロシアとウクライナとの紛争が終わると考えているからだね。つまりウクライナがクリミア半島を奪還することができれば、この戦争は終結するってことかな。確かにクリミア半島は2014年にロシアが一方的に併合したけど、すでに8年もの間でロシア化が進んでいるほか、ロシア海軍にとって貴重な不凍港で造船や回収設備が整っている軍港セバストポリも存在しており、ロシアにとって黒海を支配する上でとても重要な半島となっているんだ。今回のウクライナ侵略戦争においても、ロシア政府はクリミア半島を自国の領土として、ウクライナによる攻撃は絶対に許さないと公言しており、実際ウクライナ軍にアメリカから高機動ロケット砲システム、ハイマースが供与されることが決定した際に、それから発射することができる、射程 300km の GPS 精密誘導ミサイルATACMSによって、クリミア半島とロシアのタマン半島を結ぶ、クリミア大橋への攻撃が可能となったことからロシア側が警戒を強め、クリミア半島が攻撃を受けた場合、ロシア本土への攻撃とみなして核兵器による報復を実施することをほのめかしていたよ。しかし、10月8日に起きたクリミア大橋での爆発が、ウクライナによる攻撃なのか、あるいは特殊部隊などによる工作なのかは、ウクライナ側は認めておらず、ロシア連邦保安局 FSB は12日に犯行に関わったロシア人5名と、ウクライナ人とアルメニア人計3名を拘束したと発表しているよ。そして、テロの首謀者はウクライナ国防省情報総局である情報を事前に掴んでいたことから、ロシア側はクリミア大橋の報復として10月10日からウクライナ全土に向けて、巡航ミサイルやイラン製自爆型ドローンなどによる民間インフラへの無差別攻撃を行っているが、結局は核兵器の使用を明言していたにもかかわらず使用することはなかったね。その代わりに在庫も数少ないとされる精密誘導巡航ミサイルを多数発射していることから鑑みても、クリミア半島をウクライナが直接攻撃したとしても核兵器による攻撃はないとの見方が強まっていったね。また、以前にもウクライナ軍はクリミア半島のロシア軍基地などの軍事施設を攻撃しており、
この時はウクライナ側が関与を明言していたにもかかわらず、やはり核兵器による報復攻撃がなかったことからも、プーチン大統領はウクライナに対して核兵器を使う可能性は極めて低いのではないかと見られているんだ。11月5日、イギリスのデイリーメール紙において、ツイッターで話題になったホッジス退役中将が、インタビューで今後の展開についての予測を掲載したよ。その内容としては、ウクライナ軍が反攻作戦を進めている東部ドンバス地方及び、南部ヘルソン州の2方面の他にさらに1方面の3方面から攻勢をかけて、クリミア半島の解放を目指していると書かれてあったんだ。当時のホッジス退役中将の構想としては、まずは南部戦線においては、主力部隊がヘルソン州の州都ヘルソン市を攻略中であり、一部の部隊がドニプロ川の上流にあって、その川に架かる橋と水力発電所があるノバカホフカの奪還に向かっているものの、ヘルソン市を奪還してドニプロ川西岸のロシア軍部隊を駆逐した後、さらに南へ進んでクリミア半島の奪還を目指すという当初の動きを伝えたみたい。その次の動きとしては、ドンバス地方の解放を目指す東部戦線では、ドンバス州とルハンシク州において2014年から紛争が続いていて、ウクライナからの分離独立を目指す新ロシア派武装勢力が根強く存在している上に、ロシア本国とも接していることから完全奪還は難しいため、ハイマースなどによって補給路を断ち切って弱体化させつつ、可能な限りの部隊をザポリージャ州に進めてメリトポリ市奪還など、同州の奪還とクリミア半島攻略に合流するとしているね。そして、最終的な動きとして、ウクライナ西部などで編成中と見られる虎の子的存在の予備役部隊を動員して、長く連なったロシア軍の防衛線を分断するように突入させ、クリミア半島攻略に参加する、というのがホッジス退役中将の全般的な構想ってわけだね。本件のクリミア大橋の爆破事件は、実際にクリミア半島のロシア軍の退路を断つことにもなり、そのまま駐留しているロシア軍を兵糧攻めにすることも可能であることから、クリミア半島奪還作戦を本気かつ予想以上のスピードで実行しようとしている可能性が高いということになると思うよ。しかしながら、現時点でクリミア半島に駐留しているロシア軍兵力は不明確であり、ウクライナに侵略する以前はセバストポリの黒海艦隊司令部、海軍歩兵旅団司令部、沿岸ミサイル連隊が4カ所の基地にいるほか、海軍航空隊の数カ所の軍事空港や通信施設を含めて、12カ所以上の基地を配置していて、黒海艦隊を中心に駐留兵力は3万2000人とされていたんだ。そのうちの地上部隊戦力として考えられるのは、第810海軍歩兵旅団の2500人の歩兵部隊の他に、数百人の海軍特殊部隊が配置されていたが、侵略開始前にはヘルソン州、ザポリージャ州に侵攻した陸軍部隊が駐留していて、そこからどれくらいの部隊がクリミア半島に残留したのか、あるいは増援部隊がロシア本土から送り込まれていたのかは不明なままなんだって。一部ではヘルソン州から撤退してクリミア半島に追い込まれた兵力は1万人と言われており、これからクリミア大橋をハイマースなどで完全に破壊してしまった場合、追い詰められたロシア軍が必死になって抵抗することは明らかであり、ウクライナ本土にさらなる報復が生じることは避けられないと思うな。そのため、仮にその作戦を決行するとしても、ウクライナ軍はクリミア半島をドニプロ川の橋のように、歩兵や軽車両のみ通行できるように残しておき、ロシア軍は戦車や、装甲車などを放棄して撤退するように仕向けていることも予想されるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。